さあ、あと1分で始まる任天堂ダイレクト。やべえ、鳥肌立ってきたけど、でも何の予想とかしてない。もうなんかリズム天国新作とかマリカ情報とか来たらやばいなって思います。そこでテンションが上がった部分は漏れなくこの動画に採用されることでしょう。さあ、っていきますか。あと30秒切ったかな。うわぁ、ウィデラックス。うわぁ、びっくった。おマジですか。なんやなんや、アナザーディメンション的な。追加すか、ストーリー。そのマホロアが力を失い、異空間からの脱出を目指します。どこの話ですか、それは。いや、何それ。魔力が少ないっすか。弱々しい。そんな姿を見ることになるなって。魔力が必要。うわぁ。あ、そうだよね。あの、スターライズで使った時のような感じになるのかな、最終的には。そうだよね、マホロは強すぎるもんな。育成して最強マホロは作るってことね。おぉ、いい曲でございます。最大4人のおすそ分けプレイにも対応し、協力しながら物語を進めることも可能。おぉ、新ボスとかいんのかな。ニードル。知らねえ。そんな本家にも、本家にもあるか。ああ、納得納得。それは納得だわ。そして、いやー。予約開始。体験版、ああ、いいんすか。マジですか。うおー、素晴らしい。ああ、新コピー能力も使っていく。本編クリア後にあのストーリー見せるっていうのは、納得のキプレーゼの感想。待って、言葉が出てこないけど。デラックスにご期待ください。ご期待します。これはないな。レイトン？嘘。誰が予想できんだよ、そんなの。レベル5。あ、短っ。でも十分なインパクト。うわぁ、新情報来んじゃね。あ、待って、なんだっけこれ。ちょっと待って。あ、なんだっけこれ。やばい、思い出すね。ヨッシーアイランドか。曲だけで聞いたことあんの。新コースだから、そりゃわかるわけねえわ。聞いたことあるのはそれ当然だな。新キャラ、やばい、可能性の塊だ。マジですか。じゃあ、ファンキーコングとかも来んじゃないのこれ。ありえんじゃない。まあ、Wii に固執しすぎかな。でも、バイク乗ってるし。出た。キャラクター追加とかいう可能性のある、ことやりやがった。まあ、新コースだけか、とりあえずは。いやー、妥当なんじゃないか。やーべー。第5弾、第6弾の夢も広がってしまった。